今週のシリーズ触れる手仕事の秋です。4回目は盛岡市に住む女性ハンターが制作する鹿の角と骨を加工した繊細なアクセサリーを紹介します。真っ白な素材が特徴のピアスやイヤリング、ネックレスにブローチ、リング、こちらにある綺麗なアクセサリーは実はニホンジカの角や骨を加工したものなんです。よく見るとリングには茶色の模様が、角の表面の柄をデザインに生かした作品もあります。これらのアクセサリーを制作しているのは作家の三山獣さんです。自宅の横にある工房で制作活動を行う三山さんは、去年家族で盛岡市に U ターン移住しました。自分用にアクセサリーを作ったら、物を見た周りの方々がいいねいいねって言ってくださって、日常的に使っていただけるような、職場にもつけていただけるようなものを考えて作っております。太さのちょうど良い角の先端部分がリングになるほか、太い部分や骨がイヤリングやブローチになります。丁寧に洗い、電動の工具で削ることで真っ白な素材に仕上がり、時には大胆に、時には繊細に削り進めることで作品が生まれます。中にはこんな作品も。リモートワークや子育てをしながら制作活動に取り組んでいる三山さん。そんな三山さんにはもう一つの顔があります。木場とか置いて隠して撮ります。まあ、このような感じで狩猟免許を持つ鹿ハンターなんです。11月になると猟銃と罠を持って山に入り、農家を困らせる鹿の駆除に当たります。ここなっていう場所にかけたら、翌朝まさにそこに鹿がかかってたっていう時が、罠が作動したってとこが嬉しかったです。県のまとめる第6次鹿管理計画によりますと、県内の野生の鹿は2018年時点でおよそ10万7千頭と推定されています。2011年のおよそ7万頭から 1.5 倍ほどに増加していて、その捕獲範囲も次第に広がっています。さらに鹿の食害による2020年度の農林業被害はおよそ2億4500万円に上っています。鹿が増える一方で、三山さんは自身が捕獲者であるからこそ感じる課題があります。猟友会のおじちゃんたちが担っていて、でも、一頭取ったら報奨金いただけるんですけど、それも日々のガソリン代とか鉄砲の弾とか、そうですね、射撃場での練習のお金とかに消えていってしまうみたいな現状があって、三山さんは鹿を駆除し個体数を維持することで、食害の被害に悩まされる農家や森林環境を守るとともに、アクセサリーを通して狩猟文化の継承も目指しています。農家さんとかにすごくありがとうと言ってもらえる仕事なので、鹿の角であったり骨であったり、そちらの利用価値を高めることで、鹿の角骨を買い取れる体制を作りながら、猟友会の方にお金が回る仕組みを作りつつ、アクセサリーであったりとか、そういうものを皆さんにつけていただくことで、山の豊かさを感じていただければなと思っています。山と狩猟の文化を守る鹿アクセサリー、皆さんも一つ手に取ってみてはいかがでしょうか。